はい、皆さんご視聴ありがとうございます。キャムラと申します。前回はそうですね、大木槌を作ってそこまで行って、そうですね、次、宝石でしたかね、あれを集めよっかってところで終わりました。それじゃあ早速旅の扉で飛んで素材集めに行きましょうかね。よいしょ。あ、寝た方が良かったか。まあまあいけるでしょう。どっかこの辺に鉱石が、あ、とりあえず石でもいいか。よいしょ。行きましょう。この辺は石いっぱいあるからね。あ、このちっちゃいのはダメか。よいしょ。いやー、暗くなってきた。お、早速ゴーストが、この石の剣で、いた。お、でも強い。おほー、いいね、さすが石。ゴーストも何の損って感じですね。このコンボを先使いましょうか。いた。よし。さ、寝てますね。寝てるとこ悪いね。素材もらうよ。いた。また来た。ゴーストがまた来た。石の剣。よいしょ。全然余裕じゃないですか。やっぱ石の剣つねえな。あと、あそこの右に見えるのってあれ鉱石かな。いや、こう降りて大丈夫かな。あ、これ銅の鉱石かな。よいしょ。あ、石炭かがり火。おお、いいねいいね。さあ、石炭を手に入れて、よし。あ、どうか。また違う、あれだったのかな。銅のインゴット。さあ、ロト、金銅鉱。お、これで、銅の剣が作れちゃうんじゃないのかな。一気に広がってきましたよ。よいしょ。あ、粘土。粘土も、あ、食器か。そうですね、今まで自家、手で食べてましたもんね。やっと文明らしくなってきたんじゃないかな、これ。あ、下に落ちてった。さあ、この気になったこの白いやつ。これなんだ。あ、銀。あれ、でも銀はひらめかない。銀はまだひらめけないのかな？となってくると、もうちょっと、新しい素材というか、さっきのひらめいたロとか金床とかあの辺欲しいかな。まだ埋まってますね。よいしょ。よく見たら上にも結構あるね。いや、この辺ちょっと掘り尽くしとこっか。あ、いた。落下ダメージ受けちゃったな。ちょっとはしゃぎすぎた。よし。あ、大木槌が。あー、一回ちょっと帰りましょうか、拠点に。大木槌も作り直さないとな。じゃあ、キメラの翼で、拠点に。はい。よいしょ。さあ、祠からすぐ近くに、これだけ素材が埋まってるっていうのは、いい発見しましたね。さあ、早速、金床とか、いろいろ作っていきましょうかね。よいしょ。かがり火、木材、紐、石の階段じゃなくて、石の作業台か。炉と金床。あ、石と、石材と銅と鉱石、石炭ですね。これで作れると。よいしょ。さあ、炉と金床を作って、あ、大きい土か。太い枝か。枝はもうちょっと作らないとな。じゃあこれを、あ、意外とでかい。どう置くかですね。このあたりか。作る。あ、銅のインゴット、レンガと、いろいろ作れますね。銅のインゴット作りましょうか。よいしょ。いや、藁に燃え移りそう。壁掛け、松明じゃなくて松明ですね。松明って誰でしょう。銅の剣。お、いいね。16ダメ。攻撃力16。早速銅のインゴットを、
って、どの剣？さあ、いけましたよ。違う違う。どれだったかな？こうだこうだ。じゃあ、早速装備。石の剣で16ですもんね。ヒノキの棒の16倍ですもん、ね。こりゃ強い。絶対強い。素材を集めてきました。それで、どうしよっかな。大きい槌作っていきましょうか。これだけあれば、ちょっと。装備、セット。どうしよっかな。一回外す、外す。全部外して。こういう感じで装備しとこうか。各種武器1個ずつね。これだけありゃ上等でしょ。よし、それじゃあもう一度ちょっと、あ、大倉庫か。引け川とか取ってこないといけないんですよね。引け川は確か、大きずっていうかもう、落とすのかな。落として、それで、あとは壺とか、ああいうのか。よいしょ。いた。それでも、大木槌の縫い針？大木槌人形のめっちゃスコア高いですね、これ。かわいらしい。いた。よいしょ。この辺の石も、取っていきましょうか。向こうの崖にも見えましたね。ちょっともう蝶のいっぱいだな。置いとくべきだったな。しまった。お、登りたい、登りたい。誰かいますね。大木槌ですね。助けてもらったんで、困ってるんだったら、助けてあげたいんですけどね。お、さあ、宝箱あるじゃん、この辺り。で、この大木槌は何してるの？人間、人間。うん。長老と同じで人間の、あ、人間肯定派というか、君こんなところに落ちちゃってなくて大変だったね。崖の登り方？ねえ、ブロックってやつを空中に置けない、ね。貼り付けることができる。お、物を置きましたね、ここに。ねえ、空中に浮いてるようだけど、実は一段上の土に、あ、横の土に貼り付いてるってことですね。ああ、はいはい。ここや山だって登っていくことができる。あ、はいはいはい。あ、一人前、僕のフライング友達。おー、いいね。それじゃあ早速、土置いていきましょうか。ほい。ほい。よいしょ。あ、何が、あ、命の黄色みじゃん。取れないけど。いろんなとこ登れるね。クライミング仲間。おうおう、楽しいけど落ちないようにね。確かに。ロロンド事件があるからね。19ダメージは怖いな。よいしょ。こんな感じで。よし。いい感じに階段作れたね。ちょっと一回物を整理しに行こっか。あー、よく寝たぜ。よし、それじゃあ早速行きましょうか。とりあえずまず大きく力から怪我を取って、その後どうしようかな。お、なんかブラウニーいるじゃん。ブラウニーがいるじゃん。おお、こっち来た。こっち来た。あぶね。このサイズ長老ですね、ブラウニーのね。よいしょ、今だ。よしよしよし。皮袋いいね。なんかいろいろ取れたよ。あ、大木槌ここにもいる。いた。怪我をもうちょっともらいたいな。よいしょ。いや、強いな、銅の剣。2発で倒せる。これなら、あ、この骸骨も。ほい、ほい、ほい、3発。心の布切れもゲットできるし。いや、強えな。あ、ここもなんか、建物かな？なんかあると。ここは？あ、誰かの寝床ですね。調べる。返事がない。ただの屍のような。修理すれば寝泊まりできるだろう。じゃあここを置く。部屋完成。さあ、こ
クラフトできる。椅子の作業台か。これ持ってきましょうか。それで、その辺の部分。いや、全部持ってきましょうか。あ、すごい、向こうまで続いてるね。この辺りはもう何もないかな？あ、そっか、ここは長老の家。で、こっちは特に何も？これも部屋かな？もう誰か住んでたわけじゃなさそうですね。お、井戸がある。なんだこの井戸。下に何かあるのかな？よいしょ。あ、何もない。いや、なんかあるんかな、ここ。ちょっと掘ってみましょうか。よいしょ。よいしょ。おいた！ありましたね。読む。大木槌の里宝物庫。あ、大木槌の宝物庫か。もらいましょう。古い紙が。図面が。あ、設計図か。大木槌の台所。こんなのがあるんだ。看板も。あー、持ち物いっぱいか。宝箱を持っていけるんじゃね、これ。とりあえず、藁のベッドを置いて、宝箱ベッド。宝箱を出して、いや、すぐ持ち物いっぱいになったな。さあ、じゃあ、1階には。キメラの翼で拠点帰りましょうか。よいしょ。あ、何か向こうにも見えたね。焚き火の火が見えましたけど、あのくぼつというか、なんかそれっぽい。よいしょ。壺を2つ置いて、じゃあダイソー庫。あ、木材か。木材ならいっぱいありますからね。よいしょ。まとめて作る。全部これでいけるでしょう。きた、大倉庫。来ました、ロロンドさんからの大倉庫。そしてロロンドも寄ってくる。でかしたと。素晴らしい、素材集めがはかどるぞと。街のどこかに大倉庫を置いておくは、素材集めの間に持ち物がいっぱいになっても、自動的に集め、すごい便利。素材は収納箱と言うね。どこでも、どこにいてもとりあえず。4次元みたいな感じか。心置きなく素材集めができる。ああ、どうやせ、ああ、もう手に入れたね。あ、金属加工、もうしちゃいました。すごいな、こりゃ。お、でっか。大倉庫、でっか。じゃあどうしよう。大倉庫用の部屋作るか。じゃあここかな。ここなら旗の中心でね、キメラの翼とかで帰ってきた時すぐに倉庫からこう取り出したりとかも。あ、そっか、ここからもう行けるんですね、すでにね。すごい便利。それじゃあもうほぼほぼ素材集めはもういちいち戻ってってのしなくていいんですね。あ、これは便利。お、大木槌の人形も作りましょう。大木槌、あ、かわいい。かわいいな、どうしよう。これは、ここ、あ、ここいた邪魔か。どうしましょうか。工房にでも置いときましょうかね。いや、それか。ゴロンドさんが紙の扉の近くで、よいしょ、ここに置きましょうか。かわいい。すごい一気にファンシーな感じになりましたね。じゃあどうしようか。大木槌の台所は、これはちょっとしまっとこうか。しまって、とりあえずいつでも出せる方に入れといたら まず間違いないでしょう。それじゃあどうしましょうかね。時間もいい感じかな。
じゃあそろそろ今回はここまでとさせていただきます。次回はそうですね、先ほど移動を手に入れた向こうの方に焚き火が見えたんでね、多分そこに何かあるんじゃないかなと思うんですけど、ロッシ君こっち見てるね。そうですね、じゃあ次回からもう一度大木槌の里の周辺を、調べていこうかなって感じで、今回はここまでとなります。また次回のご視聴よろしくお願いします。それでは。